皆さんこんにちは。ミニシリーズを作りました。パート2始まり。どうして私が日本を大好きになったか話すね。僕たちは日本にいていました。ワクワクしていました。成田空港に着いた後で、コリと僕は軽井沢まで新幹線に乗りました。新幹線はとっても早かったです。軽井沢では僕たちはかわいい小さなキャビンに泊まりました。大好きでした。日本の食べ物はとっても美味しいです。たくさん食べました。僕は初めてお茶とおにぎりを食べました。軽井沢はきれいな街です。フリーの時間、僕たちは自転車に乗ってあちこちに行きました。僕は日本での大会が大好きでした。でも、僕のほとんどのジャンプがダウングレードになってしまったので、とっても悲しかったです。でも、日本のファンはとっても素敵な人たちで、僕を応援してくれました。大会の後でチーム USA はボウリングに行きました。楽しかったです。またプリクラで写真を撮りました。プリクラは僕たちの顔をとっても可愛く写してくれました。次の日、僕たちはアメリカへ帰りました。帰りたくなかったです。でも、絶対にまた日本へ戻ってきたいと思いました。